日本大学病院は東京都千代田区にある医療機関であり、学校法人日本大学が運営する病院である。略称は日大病院。1926年11月に開院。2014年に現在の日本大学病院となった。千代田区の急性器療を担っており、東京都災害拠点病院ともなっている。また、近隣に 日本大学歯学部附属歯科病院も立地する。旧駿河台日本大学病院胸日本大学病院は1925年3月31日に設置認可を得た日本大学専門部医学科の附属病院として建設され、翌1926年に駿河台日本大学病院として開院した。 病院の開設式典は同年10月30日から3日間にわたって行われ、診療は11月5日に開始された。また、専門部医学科は1935年5月1日に付属病院を東京市板橋区大谷口に開いたが、駿河大日本大学病院は廃止されることなく、その後も運営された。1963年に、 駿河台日本大学病院は病棟を新築したものの建物の老朽化から2014年10月1日に日本大学カザルスホールの隣接地へ新築移転し同時に医学部付属から大学直属となり日本大学病院と名称変更して新たに開設した病院公式サイト交通のご案内も参照 JR 東京メトロ都営線隣接する 日本大学お茶の水校舎の駐車場と直結、ありがとうございます。